までの交流戦前半戦3カードが終了して3勝6敗と一度の勝ち越しもないまんま最初の3カード9試合を終えたわけだ。ただうちよりも悲惨なチームがいて中日で今一度も勝ててないので、それと比較したらマシかなと思うんですけど、そんなものと比較して俺たちの方が上だなんてことはこのシリーズでは言いたくはないんですよね。まあ中日と違ってまだ後半戦9試合の中で結果を残していけば貯金を作る可能性っていうのはありますから、まあこれからこの交流戦で貯めた借金を返済していく、そういう戦いにしていこうかなとは思ってますけどね。これから始まるは交流戦4カード目、現在パリーグ首位のロッテ3連戦。この世界のロッテはだがえげつなくて今パリーグで一番得点を取っているチーム。日本人選手の活躍がやばいんよ。オギノが今すんげえ打ってるし、 FA 加入の福田もそうだし、安田だってリアル以上の活躍をしてる。だからこその1位なんです。ただ今日のスターティングラインナップを見ていくと、オギノもいなければ福田もいなくて安田もいないんです。っていうのも今オギノと福田に関しては疲労のため2軍に送られている。だからこの弱々しい並びになっとるわけ。全く強さを感じない。これだとパリーグ1位にはなれないし、今後必ず2位3位4位と転落していくでしょうね。そんなチームに負ける俺たちは後半戦のこの交流戦いてはなりませんから、まずは始まりのゲームしっかりと初戦取って勝ち越しを最低条件にこれから戦っていきましょう。さあセリーグで一番守れていないうちがこれから一番パリーグで得点を取ってるチーム相手に投げていくことになる。この後のマーティンがね、今すごくホームラン打っててパリーグ2番目の数を記録してるんで、1番のこの加藤は確実に抑えて OK。 そしてマーティン、まあ、やっぱこの選手に関してはロッテの選手の中で一番怖いかな。逆に言うとこれ以外はもう荻野もいないし福田もいないかって全然問題はない。ここさえ乗り越えられたらって感じ。ただね、前のカードからずっと2番に強打者がおんのよね。日本の野球も変わったね。バントするような選手もここに置かへんわ。どのチームも変わった変わった。ほんの5年前なんてバントする選手ばっかここにおったはずやのね。時代の流れってなんか時には残酷さだったりなんか進化を感じさせるね、俺は今なんか勝手に残酷さを感じてますけどね。まあそれにやられとる自分の死骸を見てそういう言葉感想感情出てきてるんでしょうけども、まあその死骸をこれから繋れるつもりはもうないよ。後半戦はね、後の9試合は全部勝つくらいのつもりでいくし、気分でいくし、そうなるように頑張っていくし、ということで初回ゼロイエイエイ。おいた、これがこのカードの初得点、先制点は宮崎の今季11号でございます。完璧な球でしたね。あれぞ俺がホームランにできる球だから打てた、それだけでしかないという。さあいつも言うとることやけども、取った直後によく打たれがちなチームなのでね、ここまではそうやってきて、だからセリーグワースト防御率ですけども、これから違う、そういうところをここまでお見せしてきたし、まあこれからも見せていきますよこのロッテ戦ね。おいえそうです、まあそもそもここまで数字を残してる今永だから抑えていくんですよ。おっとこれは落ちるか、なんか桑原動き鈍いね。まあ取らないとセンターである限り、マジかよ。バントシフトでこれセカンドアウトと行きたいんだけどね。なんで一回戻るのこれ、ゲームの仕様でなんか毎回一回戻るんだよねサードが。意味は払うわその辺、ごめんねゲームの仕様に文句つけて。いやでもちゃんとした動きしておけば今セカンドアウトできてるんでね、そういう瞬間多いよ正直。結局お前得点圏でマーティンに回す、怖いなぁ。せっかく取った直後なんだけど、これもちろん引っ張りシフトにして、まあ勝負ですよね。今呼吸止めてました。言葉を出そうとしてたんですけど出てこなかったんで、あまあこうなりました。あもう以上、あもうおいたこと、ぐちぐちという必要はどの世界もないことだと思うんでね、必要は一切ないのでもういいです。終えたことです。こうなりました、取られました、逆転されました。じゃあ再び逆転し返しましょう。えこれ打たれるたびにさ呼吸止めてたら死ぬね。なんとか言葉絞り出さないと。でもね言えねえよ何も。5番
なんか次言います。撃たれたらね、撃たれる気前提で次言うこと考えます。なんか今お菓子持ってたね。そういやね、あれが井上のパフォーマンスか。ロッテのお菓子ですよね。アピールですよね。そういうパフォーマンスですよね。くだらねえよね。えい、また一発。ロッテってそんな打つイメージないんやけどもね。でも打つんだ。お前もクソみたいなパフォーマンスあったよな。じゃあ見せてみろよそれ。これで4点目でございますけどもね。やれよやれよやれよ。何を握んねん。誰やねん。え、握らへんのか。やるんちゃうんかい。あれ、幕張限定やらないの。井上のあのクソみたいな自社製品アピールのパフォーマンスがあって、レア度のパフォーマンスがないっていうのはようわからん話やけどもね。ないんですね。あ、わかりました。驚いてます。それ待ってたんでね。あ、はい？わーお、うちの今中がフルボッコー。よかった。呼吸を止めるパフォーマンスまだ続けてたら本当に死んでたね。あ、もうやめます。やめてますし、やりません、この後もね。お、またか。同じもんをアピールしとるやん。え、何？ロッテってそれしかないの？二者連続の一発ですか。フルボッコやね。まあ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 、勝機はもうないようなものだと思います。奇跡的な逆転を起こせるような状況でもないし、空気でもないし、そんな意思もないしね。なんでだろうな。投げてる球は全然悪くないし、失投なんて一球も投げてないよ。今日はでもやたらと打たれるね。なんか狙い撃ちされてるって感じやわ。相手が狙ってる球を狙い通りに投げてる。だから打たれてるって感じ。打たれてる球ほとんど初球やもん。初球2球目やもんね。そういう時って狙われてるってことやから、狙われてる球を投げたってことなんだね。だからちょっと組み立てを変えていくだったり、コース変えていく、ボールから入っていくみたいなやり方をした方がいいんだけど、そのような頭脳は持ち合わせてないんですよね。もうその時の感情で生きている人間なんで、危ないパターンの人間ですよね。怒りに身を任して人とか刺してやるタイプだと思います。まだ事件は起こしてないですけど、いつかもしかしたらピーマンの名が載るかもしれませんね。新聞にちっちゃく地味にね。笑い事じゃねえんだよ。そんな話はどうでもいいんだよ。こうやって得点を取られた状況を嘆き変えていけ。頑張ります。まだ変えられる、この世界。またあー、点差は5点差に。あー、もう止められない、止まらない。これがロッテなのか。すごい美味しいかっぱえびせんみたいな打線だね。もうみんな手を止めないよね。応援するよね、見るよね。現実のロッテとは何もかもが違う。もうこうなったらもう終わりですね。終戦ですね。はい、終わりです。やめます。世界は変えられましぇん。おいで、ここで安田出てくるんかい。最初から使っとけよ。はい、極めつけには安田の一発。イエイイエイ、気持ちいい。これでいい、それでいい。終わりです。もう何もやることない。データ通りセリグで一番守れないチームがパリグで一番得点を取れるチームにボコボコにされた、そういうゲーム展開で試合は終了しました。彼女の今後どう希望を持ってプレイしていけばいいのか俺には分からないね。万全じゃない荻野や福田がいない、安田もスタメンで使われていないのにもかかわらず、そんなロッテにここまでボコボコにされたんだぜ。あとの2試合なんてもう何の希望もなく、まあ負けるでしょうね。はい、負けて終わるでしょうね。それが分かりましたとさ。さあ同時進行で中日はあ、勝ちましたね、オリックス相手に。ということで、中日の交流戦連敗は今日ようやく止まった。それでも多くの借金抱えておるからね、相変わらず下には下がいる横浜ではあるんだけども、俺たちも下であることは忘れてはならない。中日よりも一つ上ってだけで、他の球団から見たら下の下にいるチームですよ。